mad. I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましたー。寿司来たよー。お待たせー。はい、というわけで今回ですね、神奈川県逗子市にあります、中華料理屋さん、風味さんにやってまいりました。ここにはですね、もうちょっとおしゃれな、ちょっととても中華料理屋さんとは思えない、外観なんですけど、なんとこちら、店主の方がですね、自作で作った建物になります。まあいろいろな中でね、中華料理とか、ラーメンとか楽しめるんですけど、今回ですね、風麺というね、ちょっとこう辛い激辛メニューに挑戦していきたいかなと思います。担々麺4種類あるんですけれども、そのうちの3つのこの担々麺の辛、あの唐辛子が20倍ぐらいこう、入っているということで、まあ、20倍ぐらいこう辛いというのはこの風風担々麺ということで、名前の由来はですね、風風しながら食べるということで、よく冷まして食べましょうということでございます。今日もね、ケツから火をつける思いでやっていきましょう。それでは行きましょう。あっちょ。おー、来ました。こちらが、風風担々麺ということで、わ、見た目はいかにも真っ赤っかで、辛そうですけども、これがちょっとレンゲに乗ってるのがちょっとこう辛い薬味になるそうですね。いただきます。フーフー麺、お手並み拝見ですよ。ということで、そうだよね、じゃあこの薬味を溶かして、食べていきたいかなと思います。いただきます。美味しいね、これ。さっぱりした。ちょっと程よい口の中の刺激が、唐辛子の刺激、これ入っていくぜ。ネギやら、白ごま、ひき肉ですね。あとさまざまいろいろ入ってますけども、じゃあちょっと麺いきましょう。麺はちょっと中華麺ですね。フーフーしていきましょう。熱いからね。今日ちょっと雨降ってたからね、こうちょっと雨の降ったこの寒い日にはこの夫婦麺で温まりますね。ちょっと最後はね、ちょっとご飯を、ここにご飯を足して食べていきたいかなと思いますけど、健康的な理由でちょっと塩分許容量で、今日はねちょっとスーパーこのぐらいにしておきます。はい、もしよかったごちそうさまでした。それでは辛さレベルを発表していきましょう。風麺さんの、風風麺辛さレベル、じゃらんだじゃあ辛さレベル 6.5 です。はい、6.5 になります。はい、いや本当にね、このスープを一口、飲んだ瞬間に
ビリッとちょっと唐辛子の、ね、辛みが口の中を程よく刺激する、その辛みが、ね、非常に食欲をそそりました。はい、もうスープも、ね、非常にちょっと飲みやすくて、ちょ麺食べ終わったらねちょっとご飯が足したくなるぐらいご飯との相性もバッチグーということで、店内にはですねなんかちょっとあのレザー商品革とかカバンとかいろいろ置いてあるんですけど、これなんと店主の方がね自作でこれ作っているということでね、これ販売してますんでいろいろ種類あるんでね、一応ねなんか話聞いたところだとネットでは販売してないそうでね、まあぜひぜひちょっと中華料理食べ終わった後はねちょっと革製品興味ある方はぜひ見てくださいということで、本日も最後にご視聴いただきありがとうございます。高動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新してますんでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。あちょー。